はい、皆さんこんにちは。今日は2021年6月の29日の火曜日でございますね。今回はちょっと間違えませんでした。はい、この、ね、1号についてはね、列車がね、27日の3号の編成がそのまま巡り巡ってね、1号になっているというね、テキスト通りの編成で、編成運用でございます。さあ、そのところで、ね、シリーズ級な供給になる編成を、ね、スタートしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。青いクレーンのところが昔の八田駅で、毎度おなじみ名古屋車両区ということでね、今日は夕方も撮ってありますので、ね、違いがあります。ここにね、キハ85の2がいるのを覚えておいてください。さあ、列車はね、どんどん進んでいきまして、まあ、朝のね、いつものこの時間このような形で止まっていますね。さあ、この飛騨7号のやつもこの2両については留置されていたもの。それでね、これはね、84の2にね、中間車両が84の2に変わっています。これね、もともとは205だったのが84の2にね、中間車だけ変えているという、ね、ちょっとね、なかなか分かりにくいところがあります。ここでこの飛騨5号にもこれね、確かね、8号車1113だったんですよね、もともとね。それでこちらが確か7じゃなかったかなと思ってね、これも207じゃなかったのかなと思って、その辺がね、かなりね、変わってますね。ほんと1日単位とか一晩で編成がね、パッと変わってしまうような形が現れるので、しかもね、後ろ半分とかだけでなくって、ね、中間だけ変わってるとかね、そういったことがね、多々見られますね。なんか面白いですね、名古屋車両区。こうやってね、見ていくとね、楽しさが、倍増という形でございますね。まあ、本当に同じ形していますのでね、番号とかでなんか見ていくとね、なんかね、あ、こうなんだ、こういう風に動いてるんだとか分かれば、まあ、楽しさもまた増えてくるかなっていうところでございます。さあ、南紀2号名古屋行きでございますね。昨日はこの列車に乗って名古屋到着をしました。さあ、いつもの通りね、名古屋へ到着をしまして、ちょっと変なカメラがマットになったので撮り直しをしました。85の14ですね。これも84の14、これ1日14だったらね、まあ、大体14揃いっていう形になりますけどね。まあ、その1114についてはね、3号でね、ちょっとね、運用されているっていう形になります。そういうところもね、なんかね、うまく感じては面白いのかなと思いますけどね。さあ、夕方の名古屋車両区でございます。さあ、先ほど、キハ85の2がいましたね。ここからいなくなってますということでね、動画終了でございます。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。またね、明日も撮っていきますので、ぜひともご視聴ください。チャンネル登録まだの方はね、ぜひともチャンネル登録していただけると助かります。それではまた、さよなら。